皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。本日の占いをさせていただく前に、皆様にお願いがございます。前回の動画にプルメリアさんという方がたくさんの情報をくださっております。コメント欄を、見ていただけますといくつも送ってくださっております。それをぜひ皆様でシェアさせていただき、できましたら拡散をお願い申し上げます。それでは、本日のテーマなんですけれども、数日前の篠原さんの、動画のテーマを、拝見した途端にこれだと思いました。天皇家からアーミア家へ口頭移動されるかということをカードに聞いてみました。それでもですね、未来というのは本当にこう動くんですよね。絶対に変わらないものもあるんですけれども、ちょっとしたことで動いてしまう未来もある、いろいろ変わるんですよね。なので、あくまでこれは現在現時点でカードが教えてくれることというふうにしたいと思います。変わらないものはあるんですけれども、カードが何を教えてくれるか、現時点での多分ですけれども、状態とか、そうですね、アドバイスみたいなものもくれると思います。見させていただきます。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。口頭移動されるかです。11番、正位置ですね。これはですね、陛下かな。なぜそう思うかと申しますと、このカード、我慢とか忍耐、あとね、寛大さとか慈悲深さが現れてるんです。なのでアーミア家にはないものですよね。で、ただ一つお伝えしておきますが、この我慢忍耐もあくまで許容範囲内のものです。何があっても許すとか、そんなことではない、そんなことではないです、これは。で、今回カードから来るものっていうのが、陛下の純真さです。ちょっとおこがましいですけれども、カードと思ってお聞きくださいませ。今が言っていることではないということで、純真さと、あとね、批判的な見方ができない、そういう取り組み方が基本にあるということなんです。なのでもうね、本当にね、神様というか仏様のよう、一般に言われております仏様のようなんですよね。本当に批判的な見方をなさらない方、で、なのでこの直面している問題への熟慮に欠けるとカードは申しております。すみません、決して、考えが足りないっていうわけではないんですよね。基本にものすごい純真さがあるんです。なのでもっと同じことでも私が例えば見た場合はもっと批判がバーッと出ると思うんですよね。違うんですよね、そこがね、欠けておられるの、欠けてっていうのもおこがましいですけれども、カードがそう、言っております。で、陛下に値するものを放棄しがちになってしまう、本当は受け取ることのできるもの、そういう権利にあるものも放棄しがちになってしまう、私は結構ですとか、そういう風になってしまう。本当にね、仏様のようです。で、ご自分自身を見限りがちっていうのをこのカードは伝えるんですけれども、それもね、なんか自信のなさとかではないんですよ。そうではなくて、私は結構ですっていう、そういう感じのなんか言葉が聞こえてくるような、そんな感じです。ただカードが、この状況は順応性と譲歩を要求しているって伝えてるんです。なのでちょうどいいかもしれません。と思われるかもしれませんが、今この現状は、現時点では
陛下がなさっておられるようにしておられることがベストかもしれないです。とにかく順応しておく、譲歩しておくことが何かいいんですよ。なんかそんな感じがしますよ。でね、このカードが伝える陛下というのは、諦めたり妥協をしたり簡単に許すことをしやすい、そして周囲のものを喜ばせる、そういうところがある。諦めるのは、例えばもうちょっと言ってもいいかもしれないけれども、なんか喜ばせてあげるために、まあここで引いておこうかとか、そういう感じなのかなという、そういう傾向にある人ということを言っております。でも時と場合ですけれどもね。で、カードからアドバイスが来ておりまして、それはね、やっぱり現時点では折れたり、応じたり、とにかく譲歩していることが最善だと言っております。で、現状に適応していることが後々有利な結果をもたらすと、寛大でいながらどんどん進めとカードは言っております。なので、今なさっておられることがというか、ような態度と申しましょうか、それがベストなのかもしれないですね。でね、やはり感じられるのは、こんな陛下には、このような陛下には皇后様のような方が必要なんだなと思います。なんかそんな感じがしますよ。で、皇后様のそのような部分、そのような部分というのは、ちゃんと、批判的な見方もできる、そういうご経験とかね、そういうものからちゃんとそういう見方のできる、そういう皇后陛下がついておられることが夫人は疎ましいんですよ。なので、攻撃っていうのもあります。それをカードは伝えてくれています。次いきますね。カードはやっぱり本当に天皇家の味方ですね。あ、まただこれね、7番逆、これね、前に利宮様のことを占わせていただいた時にだったと思うんですよ。これと同じものが出てるんです。これね、どんな意味があるかと申しますと、家族に新たな一員を加えることが遅れているっていうことを伝えているんです。で、それでも今すぐに家族は拡大するなと、何なんでしょうね。あとね、結婚計画の延期という意味もあるんです。で、忘れもしない、以前に出てきた時には、利宮様はまだ学生であられますし、今後もいろいろな経験を積みになる、なので結婚計画の延期ってどうもピンとこないなとか申した記憶があるんです。なので、でもね、再度出てきているか、何かあるんですよね。家族を増やすということをもっと範囲を広げて考えますと、例えば旧宮家の皇室復帰とかね、そういう意味にも取れるんですよ。今すぐに家族は拡大しない方がいいということを言っているんですよ。これも申し訳ございませんが、また保留です。これまた保留、また保留させていただきます。でもいろんなことを教えてくれてるなと思いますね、この2枚で。あ、出ました。はい、これは4番正位置、敵のカードです。これはね、誰かがアーミヤ家の背後で不利なことをしている、背いているということを伝えてくれています。なんかね、うじゃうじゃ敵がいるっていうふうに見えます。これ全部敵です。アーミヤ家の敵です。これは感じるものです。天皇家の敵ではなくて、アーミヤ家の敵ですね。誰かがアーミヤ家に誠実ではない、要は裏切ったり、義務を遂行したりしないっていうことなんですよ。で、アーミヤ家の計画があるんですよね。夫人のとも申してよろしいかと思いますが、その計画に対する激しい反対があります。猛反対、大反対している人たちがおります。見せていないかもしれないですけれども、裏では大反対してます。で、ものすごい怒りを感じます。
もうね、怒りに満ちた、もう反感、敵意です。もう敵意になってます。で、作戦の一つのようにして、誰かがアーサン・キーさんを煽ってるんですよ。何か天皇家に対するライバル意識のような感情とか、そういうものを煽ってるんです。煽ってる人もいます。そして、愚かな行動をさせていますね。うん、させています。墓穴を掘らせている。そんな感じがします。で、あのね、もう、アーミア家自体がもうね、なんていうんだろう、侮蔑されている。軽蔑されていますし、嫌悪されています。完全に敵だと思われている。反対者がうようよいます。で、スパイもいることを伝えています。なので、身近な人の中に、アーミア家の、こう身近な人の中に敵がいると思った方がいいと思います、うん、敵の数はどんどん増えるんではないでしょうか。次へ行きます。あら、まただな。これでもなんか今日いい感じがするぞ。これね、トラベルのカードです。最近本当によく出るんですけれども、ちょっとね、切り離していいかな。これなんかね、皇后様が浮かぶんですよ。以前に皇后様の占いをさせていただいた時に同じカードが出てきたんです。なのでこのような方なのかなと思うんですよ。これはね、まずかなりの動きを表します。変化が予想されるカードなんです。で、何よりもこれ旅のカードですので、遠くの場所を旅する、で多くの旅が求められるお仕事なんですよ。で、人で申しますと、このカードが伝えるのは世界中を旅する人なんです。で、高学歴で教養のある人で、そうだな、東奔西走っていう言葉ありますよね。もうね、仕事とか用事であちらこちらをもう忙しく、もう今日がここにいれば明日はあちらにおられるような、そんな方を表してるんです。で、カードが何を今日は伝えてくれているかと申しますと、旅が成功の一歩だと。で、これはね、外交、ご公務だと思います。で、外というのは間違いなくこれ世界です。堪能な語学を利用して、それと外務省時代のご経験で、高い知性と教養をこう使われて、ね、あと、要望からお人柄から全部ですけれども、そして世界へアピールしていく、この天皇家の素晴らしさを、そこに何かね、口頭移動 など冗談ではないことが起こると思います。世界が味方になります。それを感じます。次、6番逆、もう笑っちゃいますね。これは全てをやめろと言われてるんです。これは網上げですよ。最後には重要なものを失うことになると。じっとしていれば、それは遥か昔に帰らなければなりませんが、じっとしていればまだ、亡くなるまでそのような立場でいられたはずなんですよね。でも、もうね、遅いですね。このカードが表すのは苦痛、苦難、苦しみ、後悔、悲しみです。もう全てをやめろ。最後には重要なものを失うことになる。もうね、失うことになると思います。次いきます。これか、よし。うわ、メリーメントスイートハートジェラシー。これね、このメリーメントっていうのはピアノを弾いている夫人なんですよ。で、このスイートハートっていうのは敏宮様です。で、嫉妬なんですよ。本当に情けない人ですよね。この占いでこれが出てくるんですから。
カードが何を伝えているかというと、この嫉妬が相当厄介だっていうことを伝えてくれてます。こんな事態になっているのも、あのね、本当にこれが情けないからこんな嫉妬が大きいんですよね。まあ、皇后陛下に対してもなんですけれども、今はあのこれ利宮様に対する嫉妬が出ています。本当にね、まあ、あまりにもあのひどい言葉になりそうなので飲み込んでおきますが、本当にもう次いきます。サプライズ出てますね。Waiting Cancellation。 あ、これはね、来た、来ましたよ。これはね、思いがけない贈り物なんですよ。表しているのが驚きで、今回のこのウェイティングなんですけれども、満を持するって言葉が来るんです。ただ待ってるんじゃないんですよ。準備をね、こう十分にして機会を待っているような、木が熟すのを待っているような、そんな感じなんですよ。これね、頬杖をついてこう待っているって、そのこの絵とは違います。うん、で何をというと、もうね、これ天使がやってくるんですよ。これはね、この一人の男性はもうね、我々国民です。国民の象徴ですよ。もう慰める、もうね、慰める人と心の平安を待っているんです。もちろん利宮様です、これを待ってるんですよ。で何か、気が熟すのを待っているっていうのがあるんです。準備を十分にしていますからねってカードは伝えてます。で我々はどう感じるかというと、びっくり驚くんですよ。もう思いがけない、うわーってね、こんなにみたいな、このお魚大量でしょ、びっくりしてるんですよね。嬉しい喜び、そんな感じになりますと。なので何を示しているかというと、水面下でことは行われてるんですよ。行われてます、こうなるための。で我々は驚きますよって言ってるんです。よく考えてください。あの大きなことをなすときに、やってますよやってますよアピールなんてしてたら敵に潰されますよね。うん、そういうことなんですよ。うん、次、うん、この前のことがちょっと思い出されましたね。陛下お一人で出てこられるかと思うと、なんと突然3人で出てこられましたよね。素晴らしい。ライトネス、このチャラいカードもうね、来るもありますよ。ミーティング出た。セルフコンフィデンス、これはね、この自信かぶり、これはね、夫人かもしれないんですけれども、なんかキーさんみたいな気もするんですよね。で何を表しているか、これね、本当この絵が表すように、何せ軽率なんですよ。軽いんです。これもしかしたらキーさんかもしれないな。で一応これね、まあ、ミーティングってこう男性と会っているような絵なんですけど、まあ、その絵のことは置いておいてくださって結構です。まあ、予定だと言っています。何かね、軽率な予定立てる、やってしまうんですよ。でなぜかというと自信があるんですよね。もうこの自信かぶりが失敗を招くとカードは伝えています。何のことを言っているかまだ分かりませんが、軽率なことをする、軽率な予定を立てますね。というか今までもそんなのばっかりなんですけどね。次いきます。コンスタンシー、エナミー、ラバー。はー、まずドーンと、いつも見ているが出ましたね。いつも見ている。そして敵、
これね、今回なんかねすごくインパクトあるんです。でどなたかの思念ではなくてカードが出してきているので、これはちゃんといつも見ているということを伝えています。で何をというと、敵を見ている。どんなものかというと、これ男系男子、男系男子です。そうだな、まあ、これはね語弊があるんですよ本当にね。この言葉が合っているか分かりませんが、純真に純粋に男系男子を推しておられる方っていうのはおられることは分かっているんです。でもね、もうほとんどが一味になってしまっている。もう一味なんですよ。で逆に純真な人たちは利用されているという感じがしなくもないんですよね、うん、それを見ています、うん、見ている。危なくなってくるのは この人たちです。次、ドクター、ジャーニー、ソウト、また出ましたね。あんまり出ないカードなのにここはもう多発してますよ最近。もう頻発ですね。このこれを見た途端にやっぱりこれは M 子さんかなと思ったんです。 M 子さんかなって感じで旅、ね、でこれ、この最後のこれは悩みの種なんですよ。これはね、おそらくアーミヤ家側にとって、まあ、夫人にとってもかもしれないですけど、悩みの種なんですよ。M子さんが旅に出たままになっていることなんですよ。なのでやっぱりそういう計画はあるんです。でこの旅もね、だんだん意味が変わるかもしれませんよ。今は海外に行っているっていう意味の旅ですけれども、これね変わるかもしれませんよ、うん、ヒントです、うん、次、旅の意味が変わる。次いきます。これ見てこ7、これは間違いない夫人です。サンティジョーニー、はー、カードはねこう伝えています。もう言いますね、夫人は確実に旅に出ますからって、皆さんが待っておられるそんなこと言っていいんでしょうか、旅です。カードはそう伝えています。でこの確実の裏っていうのはこれなんです、ミスフォーチューンです。なのでまあ災難とか不幸なんですけれども、それがもう確実ですよって、もうね旅に出ますから、これ同じ人です、そうカードは伝えてます。やっぱりねこの人がね皆様の予想通りですよ、うん、パリーンと割れればねまた変わるんですよ。あ、チェンジですねなんかちょっと笑っちゃいけないですけど、うん、これはね決して口頭移動されるという意味のチェンジではないですよ、うん、このカードはね何かが変わるって伝えてるんです。で何がと申しますと、このままではですよ、このままじーっとしていたらアーミヤへ移るところですよね。でも何かが変わるって言ってるんです。で今日来るのは動きの中でも社会的政治的な活動とか運動です。それが来てます。で、今後なんですけれども、何か天皇家が発動しようとしておられること、うん、それが新しい始まり、新しい始まりがあります。で同時に伝えているのが、誰かがこの気球に乗って立ち去ります立ち去ります、うん、ね、住宅関連の変化とか場所の移動とかそういうのを伝えるカードなんです。あとはねキャリアの変更とか、うん、子供の転校とかそんな感じなんですよ。
これ全部当てはまるかもしれないです。子どもの転校もキャリアそのものの変更ね。何が孔子ですか、もう聞いたこともないですよ。で次いきます。これ続いてますよ、これ久しぶりですね。プリズン出しておきましょう。これ続きですよ。これはアーミヤ家が、アーミヤ家自作の罠があったんです、ね、どなたを罠にかけようと思っていたかって思ってきたかということなんですよね。それが残念ながらパーンと跳ね上がってアーミヤ家が囚われたんですよ。で愚かなことにどうすれば出られるのかっていうことは知らなかったんです。元よりね知らなかったんですよ。それが現れている。だいたい罠にかけることしか考えていなかったので、自分がかかった時にはどうやったら出ていいかわからないんですよね。で、状況下でもう孤立、だんだん孤立、もう一味がいなくなっていくというか、味方がいなくなっていく、相当数いなくなる。で、まあ、ご本人たちは本当にこれに入ってしまうってこともあり得るんですよ。これいくらも警察とか刑務所を表しますので、刑務所も表しますので。でも、まあ、感覚としては囚われた感とか閉じ込められた感、袋小路にこう追い詰められた感、もうそれ以上の発展はないような、そういう感じなので、うん、例えばですけれども、うん、なんていうかな引きこもりじゃないですけれども、うん、そういうふうなこともありふる。まあ私はもうぜひとも怖いという思いますけどね。次、うわー、マーチャント、マレディ、ちょ笑っちゃいけない、ハウス、やっぱりなって思いますよ。やっぱりなです。これはね、世界を相手にしている商人なんですよ。これね、商人なんですよ。あのね、例えば商人もそうですし、売人とかね、密売とかね、そんな言葉だって浮かんできますよ。これいろいろありますからね。まあ、あんまりこう具体的なものはこう今浮かんでるものはあるんですよ。でも具体的なものは口にはしませんが、商人です。世界の商人です。で誰がっていうと、この病気でもうね寝ている人なんです。これもうね、アーさんですね、うん、でこれはもうこの今なんか立派なものね建てられておりますけども、土台から揺らぎます。グラグラグラですよ。それが伝えられています。やっぱこれなんですよ、本当にね、外国人ですよ、うん、次、ドクターです。ソウト、なんかね今日ねはっきりしてますね。カードも怒ってるんじゃないかと思うぐらいですよ。これはね、お医者様のカードなんですけれども、どちらかというと病人、これですよ、これを語っているのかなと思います。ではっきりと伝えてます。これ、ね、ですと言われてます。で考えることになる、うん、そうなってますね。カードはそう伝えてます。はっきりと伝えてきてますね今日は。次、あ、またウィドウはベイビー、アンエクスペクティッドジョイ、これ何かな。この取り方ね、いろんな取り方もできるんです。カードを見て考えれば。でもね、考えるのではなくて感じるとですよ、ちょっと感じるのが、このウィドワーで男やもめが出来上がってるってことを伝えている。ということは誰がお墓の中に入っているってなると女性なんですよね。そしたらこれね、婦人、そしてその後にベイビーって来てるんですよ。
夫人が亡くなった後、夫人が産んだ子供のことで、ね、我々は思いがけない満足感を得るんです。もしかしたら DNA 鑑定かもしれないですよ。それがってことなのか、亡くなった後でかもしれない。そうなってくると、ね、もうこの今日のテーマなんて、もう聞くのももうおかしいことになりますよね。聞くまでもない。うん、リユニオン、エナミソルジャー、ああこれね、これね、陛下はこれ、ちょっとこんな言葉言うとちょっと失礼かもしれないですけど、私ねこのカード見るとね、お可愛らしい感じがするんです、陛下の時は。で今日それがするんです。なのでね、なんか一生懸命戦っておられる感じが出てます。なのでこのね1枚目のもうね寛容さ、出ましたよね、1枚目のこの寛容さ、純真で批判的な見方ができないとか、そういうね、これではなくなります。もうこれもね、許容範囲あっての忍耐我慢ですので、ね、もう国民のためにもならないとなった時には別なんですよ。でこの再結合に向けて、ここに敵がじっと見てるんですよ、敵がいるんですよ、ね、それに戦います。もうね、開戦っていう言葉が来ます。本当に開戦されるわけじゃないですよ、ただそういうふうになる、もうね戦う相手になります。これがそれを表してくれています。次、なんかいろんなこと教えてくれてますね。ん？オブリゲーション、ラーラブマニースライトミッション、これはね、お金のことです、うん、これね、債務とかね、なんかね、アーミア家もと、あと夫人ですね、もうね、義務、責任、拘束、もうそんな言葉が来ます。何でって、これね、この大金ですよ、お金のことなんです。で、事件になる、もう災難って言ったら、まるで降って湧いたかのようですけど、そうではないんですよね。本当にこれまでしてきたことがもう事件になるぐらいのことを言われています。債務と言われているので、もうね、返さなければいけないようなお金があるってことなんですよ、使っているものの中に。大事件ですよ。では最後のカード見てみますね。クロスロードズ、ウィング、インセンスバーナー、はい、これはね、取捨選択しなければいけないような重要な時を表してます。そしてもうね、今日来るのは例えば判決とか決定事項みたいなものが来ます。別々の道になるってことなんですよ。同じような天皇が進むような道ではなくなるってことなんです。そんな感じがしますね。でこちらから来るのは、このカードが象徴していること、今日来ます、完成なんですよ、完成、完了、終了なんです。なのでそういう時が来ます。で何をね、このカードが伝えてくれているかというと、すごいですよ、これはね、もうね、なんか仲間のために団結するというか、これ我々のことですよ。もうね、国民が同じ目的を達成するために心を一つにして協力し合う、これが素晴らしいんですよ。もう始まってますよね、始まってます、うん、こうするっていう言葉が来るんですよ。読んで答える、読んで答えるが広がっていくような、そんな感じ。あとね、再結合も来ます。ということは、一時期敵味方みたいになっていた人たちの仲もこちら側に来る方が増えてくるってことなんです。真実を知ると申しましょうかね、うん、
あと来るのが大義です。そんな小さな人の欲ではないんですよ。もうね、大義、大義のために献身する人々なんですよ。結びつけるとかまとめるとか結合するとか、そんな感じ。もちろんいい意味でです。一味が集うのではないので、我々には大義があるんです。で、カード最後何で締めているかっていうと、インセンスバーナーなんですよ。これは皇室の掃除です。掃除と清浄、不要なものを取り除く、ネガティブで望まないものを追い出す、追放する。あとね、悪とか腐敗とか不正をもう一掃します。退治とか粛清とかも処分とか、そういう言葉が出てきます。何のためにかというと、インセンスバーナーが伝えてくれているのは、想像してみてください。このようにお香を炊くとするじゃないですか、好きな香りの。そうした時、我々はどのような気持ちになるかってことなんです。平和でしょう、平安で、伝えているのは治安と秩序、これは社会のですね。あと心の平静とか静穏、まあ、国のってこともありますけれども、あとはね、我々が持っている愛情のためなんですよ。愛情というのは天皇家です。天皇家への愛情、そして天皇家が我々にくださる愛情、そのためにです。そのためにもうね、これ一掃されて、ね、まあ昔のコマーシャルですけれども、臭いものは元から立たなきゃダメなんですよ、ね、で、我々はいい香りを嗅ぐことになる。はい、本日のリーディング以上にしておきます。あ、まとめておきますね。移動されませんね、うん、はい、本日もご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。